カモメじゃなくてこのお子さんね。よそ、泣いてたって仕方がない。寂しい時には泣くよりも。おや、火が出た。やれ教授持ちの入れ墨者と世間の奴らが広い目で。だが怒ってみたところで始まらねえと、こうして歌でも歌ってバカになって。金三郎さん、二人で新潟行きましょう。そしてあたし歌を歌って働くわ。下手な歌でも今限り、あなたのために歌ったら世間で言った。おけさが歌をおけさぶりして見てくださる時も来るでしょう。おけさ、そりゃ本当か。金三郎さん、鐘が鳴る。私たちへの寝汗の鐘が。